はい、こんにちは。トールと申します。狼と香辛料の3話を視聴しました。これは雪だるま式に面白くなってますね。ホロの優秀さの見せ方が細部までめちゃくちゃ巧みでびっくりしました。今回も原作未読アニメ初見での感想、考察、展開予想なんかもね、共有してみたいと思いますので、よろしければお付き合いください。まずは振り返っての全体感からいってみましょう。第3話は港町と甘い誘惑。儲け話に乗ることにしたロレンスがゼーレンと落ち合うために港町パッツィを訪れるお話ですね。出来事順に挙げるなら、最初到着時のリンゴ購入パート、町の様子をいろいろと見ながらも、コミカルなホロを楽しむね、可愛らしいパートだったんですけど、その次の買取交渉パートにおいてはね、ホロが商人としての才覚というか圧倒的な切れ味を見せてくれていて、ここには驚かされました。その後の契約後の情報集めパートっていうんでしょうかね、この辺りでは伏線とかヒントとかをね得ながらも、視聴者としてはこの作品自体の世界観とか歴史観みたいなものの解像度がねぐっと上がっていくという、そんな流れになっていたと思います。価値が変わる銀貨の情報というものを使って、誰が何をしようとしているのか、またこれをどうすればお金儲けに結びつけられるのかっていうところで、ちょっとミステリーとか謎解きのようなね、そんな構成にもなっていて、僕はね原作は知らないんですけど、これが本作の本領発揮、そろそろ始まったなという、そんな予感がしていますね。通しての全体感として押さえておきたいのは3つほどですね。まずは、ずっと続いてる良さなんですけど、この2人のさ、やりとり、この空気感と映像美と音楽と一緒に味わうね、この2人のウィットに富んだやりとりが小気味よくてめちゃくちゃ心地よいよね。今回も2人の魅力が増していました。ロレンスに関して言うならね、紹介の方で名前を間違われたらね、さらっと覚えておいてくれてありがとうって返すところとかね、必要な知識とつくてっていうものをちゃんと使い分けながらね、しっかりと商人やっていたところなんかで優秀さが発揮されていましたし、それを吸収していくホロに関してはもう言わずもがなですよね。特にね、彼女のその賢さの性質みたいなものが今回示されていて、どういったところで優秀で、どういった部分では人間とあまり変わらないのかなみたいなところが見えていて、だからこそ、じゃあ本質的に彼女の最大の武器って何だろうみたいなところをね、考えるのが面白いなと思いましたね。で、何よりさ、この2人が着実にお互いのことを理解しながらさ、仲良くなっていく様子が見えるんだよね。しかもさ、この仲良くなってる様子を微笑ましいだけじゃなくて、ちゃんと面白く描いてくれるのが、個人的には最高だなと思いますね。それから文明的な発展の度合いとか世界情勢についてもちょっと見えてきたのが嬉しいですね。特にこういう、なんていうか、頭脳戦というのは違うんだけど、特に頭を使いながらね、戦う話においては、やっぱり土台としてのね、世界観とかルールが、ちゃんと説明されているほど面白くなるわけですよ。この場合だったら、商人の立場と戦い方を楽しむために必要なものは何かっていうところで、で、そこをさ、またさ、説明台詞だけじゃなくてさ、例えば、町に着いたホロがさ、こんな大きな町なのに王がいないことに驚いてるっていう描写で補完するんだよね、世界観を。この辺は本当にセンスがいいなと思います。あとはがっつりと商人の話をしてくれるんですよ。僕もね、経済のことはよくわからないんで、ホロと一緒に勉強しながらね、経済の知識を増やして、あれこれ戦略を考えるのも楽しいですよね。大体の場合はね、ホロさんの思考についていけなくて置いてけぼりにされちゃうんでね、見返して考えたりするんですけど、この置いてけぼりにされた感じもね、含めてしっかりと心地いいのが素敵ですね。全体的にはその3つになります。皆さんもね、全体感またコメントなんかで教えていただけると嬉しいです。ここからはアニメ初見勢として注目点やここ好きポイントを深掘りしてみたいと思います。覚え違いとかもあると思うのでね、気楽に聞いていただければと思うんですけど、こういうのね、考えの楽しいんですよね。まずはちょっと情報を整理するので、そんなに楽しい話ではないんですけど、この時代のさ、通貨のね、歴史観、時代観面白いですよね。この頃って、つまり1万円札みたいな紙幣はなくてさ、硬貨にちゃんと一応ね、金属としての価値があった時代ですよ。
ね、ただ銀貨に含まれている銀の価値よりも、ね、銀貨っていうのは高く取引されている。これは何かっていうと、銀の価値に加えてその銀貨を発行している国の信用によってね、価値が高まっている、通貨の強さっていうのは、まあ、自国の強さというね、そんな話につながってました、そうですよね、自分とこの国のさ効果のね価値が高かったらさ、貿易による国交がある限りはね、相手との戦いになった時、戦争になりそうな時でも有利を取れるのよ。それは、資源をね確保できるとかさ、相手の補給の邪魔をできるとかいうだけでなくて、自国の貨幣の価値が、高まっていてさ、で、それがいろんな国で使われたり利用されていたりするとね、その国のが滅びてしまった時にその価値が担保されなくなってしまうからね、言ったらその敵国がその国を攻めにくくなる、全体的にね、それに協力しにくくなるっていう、ところで、もう国防も兼ねてちゃんと自国の価値をね、貨幣効果の価値を高めていくことが大事、だからこそ、銀の含有量を上げていくこともその一つというね、そんな話になってました、で面白いのがさ、この時代感だよね、偽金とかもちゃんと使えるのよ。だって銀としての価値があるから、偽の一万円札なんか使えないじゃないですか、でも少なくともね、銀の含有量があるんだったら偽金もそこそこちゃんと使えて、もちろん本物よりは価値は低いんだけどね、使えていると、で今回ロレンスの話から、もともとはさ偽銀貨だったんだけどね、多分その流通の安定性とか精度とかね、銀の含有量とかからですね、人々から信用されてしまった偽金っていうのがね、銀貨として使われてるみたいな形があってね、そうこの辺もなんかその日本における江戸時代のね、偽金が、ちょっと下がった、ね、効果として使われてたみたいな、そんな感じにもね重ねて見えて、この辺り面白かったですね、つまり、紙幣が導入される手前の時代です、金貨の金属の価値と国の信用のプラスした価値がその効果の価値っていうことですね、でもちろん、この商人の間ではですね、信用のみでの取引もされてるんですよ。それが前回出てきた為替だとかね、あと今回出てきた先物取引なんかもそうですよね、それはまあ書面とか契約書自体には金属としての価値はないんだけど、信用によって成り立っている形になりまして、まあその世界において、まあ言ったら我々の一万円札なんていうのは信用、ほぼ信用のみ、技術的な部分も含めてね、信用のみで成り立っているようなもんですから、紙幣というものが、信用による紙幣というものが来る前の時代感、なかなか見ていると面白いですね、ちなみに、今回出てきた、リンゴの先物取引、の話が出てきたので、先物取引の意味もちょっとね、自分も調べてみたんで押さえとこうと思います。先物取引っていうのは、未来のある日に取引する約束を決めることですね。来年ね、リンゴ取れたらね、その、私が買うからね、みたいな、そんな感じの約束。ただ、ポイントとしてはですね、約束した時点で価値を決めておくのよ。ね、これは双方にまあメリットがあるしね、でもし来年になった時にさ、めちゃくちゃ美味しいリンゴが取れて、高く売れるリンゴがね取れたんだったら、それで大儲けできるわけですよ、こんなに美味しいリンゴが、普通のリンゴの値段で買えるわけですから、約束した時点で、そんな感じでリスクはあるんだけど大儲けできる可能性はある、これが今回ね、市場で、リンゴの話をロレンスとホロがしていた時の話ですよ。ホロはリンゴ食べたくて仕方なかったわけですけど、あと他にも先物取引で儲かるパターンっていうのは、リンゴが全然不作で他で取れなかった場合ね、つまりリンゴ自体の希少価値が上がって、価値が高まった場合っていうところも先物取引で儲けることなんかもできますが、現状は関係ないかもしれません、あと今回の話に絡めて言うなら、これをトレニー銀貨でね、売買しますよっていう先物取引の契約をしておくのも手段としては、手段ですよね、つまりリンゴは例年通り取れるんだけどね、今年の時点でトレニー銀貨10枚払うよってね、トレニー銀貨10枚で買えるリンゴくれよみたいな話をしておいてですね、でも来年になったらですね、トレニー銀貨の価値が下がってるんですよ。ってことはトレニー銀貨を入手しやすく、なっているっていうことになりますので、結果的にはリンゴが安く買えたことになりますので、こういった銀貨の価値が下がった場合もですね、逆に言うと安くリンゴを手に入れることもできるかもしれませんが、このあたりに関してはね、今回はあんまり関係なさそうだと思います。
いますので、はい、むしゃむしゃとリンゴを急いに食べて、ね、リンゴの代金をせっつかれたらですね、そのままですね、毛皮にリンゴによって付加価値を変えるというね、ことをしてしでかした、まあそのホロさんの手腕にですね、我々はまあ舌を巻くっていうところが一番ね、いい楽しみ方じゃないかなというふうに思います。ついでなのでロレンスがねどうやって儲けるのかをね想像しとこうかなと思います。まあ結論から言ったらはっきりとは分かんなかったんですけど、まあ、方向性は、絞れたりするのかなと思いますので、まあ自分なりに状況を整頓しとこうかなと思います、ね、まず、ゼーレンの契約内容について、はい、情報料として銀貨10枚くださいよって、ね、でもまあ確証はできないからこそね、はい、銀貨の価値が変わらなかったら返金しますよという、そしてもし銀貨の価値が変わってあなたが大儲けできたんだったらその儲けの1割をくださいよというね、こういう計画でなりました。まあ支払い自体は半年後でね、切り上げは年内と言っていましたのでなかなかに具体的ではありますよね、うん、で、これは確かにそのゼーレン側にほぼデメリットがないから詐欺は可能なんでしょうね、はい、まあこれホロが指摘してたようにいろんな人にこういった話を持ちかけてさ、で、当たらなかったら返金すればいいだけで当たったならお金をもらえるしっていうことでね、ほとんどリスクなくお金を儲けることができる、そういう戦略になっております、うん、このあたりはそれこそゼーレン自体は銀貨の含有量が上がるのか下がるのかね、分からなかったんだけど、でもどうやら変わるらしいという情報だけを持っていれば、できる手法になっております、ちなみにここからの、ね、発展系としての詐欺なんかは最近でも有名ではありますよね、うん、つまり、1回目ね当たった人、そう上がるって言って情報を上げた人と下がるって言ってた情報を上げた人で、どっちかは当たるわけですから、で当たった側にもう1回次今度こういう情報あるんですけど今度どうすかみたいな感じで今度はちょっと高めに情報を売るみたいなね、そんな感じの詐欺はねあるかと思いますし現代においてもありますよね、うん、なんかいろんな人に言っとくとかですね、いろんな場所にね答え書いた紙を置いといてあなたがこれ選ぶのは分かってたんですよみたいな、ことをして見せる手品とかもありますし、それこそねX、Twitter とかにおいてはね、何月何日に地震が来るよみたいなね、そんな感じのツイートをねめちゃくちゃいっぱいやっておいて、実際来た時にね当たったやつだけミュートを外して見せるとかね、為替予想みたいなの含めてですね、そういった詐欺の手法ね、今でも残ってる形になりますので、これをまあフォローが指摘したのは真っ当であるとは思います、うん、ただまあ、銀の含有量が変わるってこと自体は滅多にあることじゃないと言っていましたし、実際に銀の含有量自体は下がってるわけですよね、うん、耳がピクピクとしていましたので、これはですね嘘を見分けるというよりはその差別をね、相違点を、耳で聞き分けることができるということのようです。ちなみにですね今回ゼーレンが語っていた時にあまりフォローもですね、こう耳が反応していなかったので、ね、そういうふうに考えるとですねやはりゼーレン自体は、よくあんまりよく分かってなくていい儲け話の手法があるよっていうことで誰かにね、お金を渡して依頼されて、いろんな人に声をかけてるという可能性が高そうではありました、うん、でですねまあ銀の含有量が下がることは分かったので、それこそまあ為替とかを使ったりね、それこそ先物取引みたいなものを使って言ったら空売り的なことをすればね、儲かりそうなもんですよね、うん、1年後にね銀貨で払うわって言っていて1年後には銀貨の価値が落ちてるんだからね、言ったら安くその銀貨を仕入れられるわけで、うん、取引を安く済ませることができるっていうのは確かにちょっとした儲け話にはなってくるかなというふうには思いますけど、今回ロレンスが言ったのはさ、ちょっと面白かったんですよね。分かったんだよ、価値の下がる銀貨を買えば買うほど儲かる仕組みがって言っていて、この先価値が変わる下がることが分かってる銀貨なんだとすると基本的には売るしかないと思うんですよ、うん、ですのでそういう点で言ったらちょっと分からない部分が多いですよね、うん、ただこのセリフ自体は二通りの意味があって、そのロレンスとかいろんな商人がね、トレニー銀貨をねたくさん買えば買うほど、儲かる他の人がいるっていうね、そういう意味合いで言ったのかもしれないし、逆に、トレニー銀貨価値がこれから下がるトレニー銀貨をですね実は、高い価値をつけるね、そういった方法があるっていう意味で言ったのかはちょっとわからないんですけど、今回は話的にね、後者で見ておこうかなと思います、前者に関しては前回いろいろ考察したしね、空売り的なことをすれば儲けれることは確かなわけですから、うん、
で、だとすると、今回は、どういった切り口か、国が銀の含有量を下げている、これはね、国が意図的に銀の含有量を下げているんだとすると、これはその国策的な形になっていて、銀の含有量を下げても、信用を下げないための方法があるみたいなね、そういうこう信用創造的な話だとか、それこそ紙幣の導入の前段階の話に、移ってくる可能性もあるんですけど、時代感的にはやっぱりこの、これから価値の下がる銀貨を高く買い取りたい存在がいるんじゃないかっていう見方を取った方が良さそうですよね、なぜなら、ロレンツがですね、ミローネ商会に行くぞって言ってたんですね。ミローネ商会、海外との貿易、するよ、他国とのやり取りもするよってね、ここが本拠地じゃないよって言っていて、そしてこの時に、北の遠征の話が出たじゃないですか。つまり戦が関係してくるわけですよ、話の中で、だとすると、今のトレニー銀貨を、ね、買い取りたい人は出てきそうな気がします。単純にトレニー銀貨の価値が下がるタイミングでこう買い占めをしようと思ってるな、待ち構えてるライバル国の可能性もありますし、それこそトレニー銀貨とね、フィニング銀貨でしたっけ、ライバル関係ってなってますし、逆に言うとですね、そのこれから銀貨の価値は下がってしまうんだけど、でもだからこそまだ銀の含有量がたくさん含まれてる銀貨を獲得しておく、確保しておくことによってですね、特定の国とかね、地域とか商人に対しての信用をね、確保していきたいみたいな、逆に国の関係者側、の事情なんかももしかしたらあるかもしれませんので、このあたりですかね、はい、その言ったら貿易というものを使うことによってね、この銀貨をね、今この状態の銀貨を高くね、確保したいというそういう人材がもしかしたらいるのかもしれませんが、はい、ちょっと自分としてはこのあたりぐらいの方向性までしかわからないので、次回をね楽しみにしながら1週間のんびり考えていきたいなというふうには思います。はい、基本的にはねパンを食べてるホロを見ながら和めばいいんじゃないかなと思ってはいます。そして今回も光っていたのがホロの優秀さですよ。なんか毎週ホロの凄さを話しているような気がするんですけど、まずですね、今回、ホロがやったこと分かりやすいところで言うなら、リンゴの香りで商人をちょっと誤認させて高く買い取らせたというところになっております。これは相手次第ではね、ほとんど詐欺みたいな手法にはなってるんですけど、ただ天の毛皮自体は非常に上質であるね、ホロがずっと寝ていたからこそね、そこは保証付きではありますよ。さらにはですね、香りという付加価値をつければ高く売れますよっていうような助言をね、一緒に商人に対してしていますので、はい、そういう意味で言うなら、ああなるほど、そういう売り方ができるのかというね、知識を相手に与えた形にもなっていますので、はい、商人同士のやり取りであればね、これは通る筋だったと思われます。で、商いのことはさ、ホロは知らないからこそね、ロレンスが驚いていた時に対して、昔、村にやってきた優秀な商人のやっていたことを真似たんだよと、言っていて、言ってしまえば、そのホロ自身の武器っていうものは、長年生きてきたことによって培ってきた知識のように一見見えるんですよね。ただ個人的に感じたのは、この培ってきた知識っていうのがホロの凄さじゃないんじゃないかなと、今回の交渉術自体がすごいというよりは、今回の話ってさ、ホロはさ、リンゴ食べたかったのは普通に彼女の普通の欲求なの、想定してたわけじゃないのよ。そうだって、ロレンスがリンゴ食べたいんじゃってホロが言った時にさ、ロレンスは袋の中からさ、硬貨を一個取り出してさ、で、どうかでも多分買えたんだけど、銀貨が出てきたからとりあえずこれ渡しとくかという形で渡したと思うんですよ。ホロ的にあんなにたくさんのリンゴを買えるということは想定できなかったはずなんで、つまり、彼女はですね、そう、たまたまリンゴをたくさん買えるだけのね、銀貨を渡されたからたらふくね、買うことができてですね、ね、その上で銀貨の分ちゃんと返すよって言われたからこそですね、そのまま綺麗にですね、流用してね、銀貨を70枚分多く儲けるということをした、この起点の凄さなんですよね。ね、さらに、その起点及びそれを、初見でやってのける度胸ですよね。この二つが、フォロ自身のものすごいところというか、圧倒的な部分だと思われます。今回さ、フォロの優秀さと優秀じゃない部分というか、普通な部分が書かれていて、ロレンスにさ、銀貨を教えてもらってたじゃないですか。そう。で、
まあその覚え間違いしとったからね、もう一回教えてくれと、フォロワーは言っていて、ロレンスが銀貨をね、一個一個指差ししながら教えるんですよ。でここで、まあ、数えたら分かるんですけど、フォロが集中力を保っていられたのって7つ目までの銀貨なんですよ。7つ目以降はね、集中力が下がっていってしまってね、10個目からはですね、もう完全に覚えるのを諦めてしまっているわけですよね、つまり、これフォロはですね、そのまま丸暗記で、効果の形と名前を結びつけようとしていたという、形にはなります、つまりですね、記憶するためのテクニックなんかは持っていないし、それこそスーパーコンピューターみたいにですね、いくらでもまあ、言ったら情報ね、蓄積してですね、で検索して好きな脳に出せるみたいな、そんな脳の構造じゃないんですよね、自分がちょっと思ったのは、短期記憶7プラスマイナス2説っていうんですか。まあ、これまた新しい説が出たらしいんですけど、まあ、人間のね、記憶がちゃんと認識できて覚えられるものっていうのはですね、基本的には7つまでだよと。まあ、グループ分けをすればもっと覚えられるっていうね、テクニックはあるんですけど、まあ、脳の構造としてはね、7プラスマイナス2なんだよっていうところが、ちょうど9個までしか知識がね、まあ、集中力が保たなかったね、そんなフォローにもつながっていて、基本的な脳の処理構造自体は人間と、あまり変わらないからこそ、ね、無限に知識を得れば得るほどね、まあ、有効活用できるわけじゃないし、どんな知識でも得られるわけじゃなくて、少なくともいろんなもののつながりとか関連性で、物事を理解していることがわかります、つまり、まあ、脳の論理的な構造っていうのは人間と同じなわけですよね。で、そうやっていくとさ、見えてくる凄さっていうのがあって、これまあ長命種の話、最近の他のアニメでもねあったんですけど、長命種の種族の弱点の中に知識とか記憶が蓄積してくることによってね、正しい手段がすぐに選べなくなってしまうっていうのがあるわけですよ。生きて知識が増えれば増えるほど手持ちのカードは増えていきますよね。で、手持ちのカードは増えていくんだけど、ね、手札が多ければ多いほどですね、どのカードを最初に切っていいかっていうのには迷いが生じるわけですよ。まあ人間選択肢が多すぎると選べなくなるみたいなのもあると思うんですけど、結果さ、まあこれ人間もそうなんですけど、ね、長く生きていればさ、その何がベストなのかは分からんけど、とりあえずいつも切っとる手札をとりあえず切るかみたいなことしがちなわけですよ、それが安心するから。そう、ベストな手札じゃなかったとしてもね、慣れてるからこそ痛手にならないみたいなことがですね起きてきてですね、これ長く生きていればいるほどそういう傾向が強くなっていくんですよね、でもフォローは違うんだよね。そう、初めて同席した買い取りの値段交渉の場面で一番ベストだったと思うね、そんな札をですね迷いなく即切れるわけですよ、ここがまあフォローの凄さですよね。そう、手札がたくさん多いのが強いわけじゃなくて、ベストな札を一瞬で選んでですね、起点を利かして、そして思い切りよく使えるのがフォロの凄さで、あると思われます。これはね、なかなかにね、こういうのが本当の意味で賢い頭脳派キャラだと、個人的には思ってますし、またですね、それぐらい頭バリバリに切れるからこそね、ある意味自分の本能に従う部分だとかですね、弱みをちゃんと見せることもまたね、自分の強さなんだっていうことがちゃんと理解しているところがいいと思われます。はい。リンゴが欲しくて欲しくてしょうがないことをですね、ロレンスにね、完全に手玉に取られていたんですけど、結果的に、借りた銀貨を70倍にして返したのはですね、フォロの優秀さにはなっています。そしてまた、フォロが自分の本能に正直だったからこそ切り開いた道というふうにもね、言えますので、はい。自分がすごく戦いたい場所に、自分のポジションを置いてですね、切らなければいけないカードを即座に判断して、思い切りもよく切ることができる、これがまあ最強キャラと、言えるんじゃないかと思いましてですね、まあ今回もちょっとフォロさんの魅力が爆発してたなというそんな印象ではありました。そんなわけで今回は3話の感想考察について話をしていました。まあ、今後の展開についてはね、まだまだ見え切ってないんで、あれこれ予想するのが楽しいですね。で、まあそれ抜きにしてもね、この2人が仲良くなっていく様子だけでめちゃくちゃ面白いから、まあ反則みたいなもんかなというふうには思います。皆さんのね、感想なんかもコメントいただければ嬉しいです。一緒に盛り上がっていきましょう。ね、なのでですね、まあ初見の新鮮な感想が気楽に投稿できるような、そんなコメント欄にできたらと思っておりますので、はい。ネタバレ、匂わせなんかについてはご遠慮くださいっていうところと、まあ、原作補足だとか、まあ、旧作比較みたいなことをね、したい場合は表記と開業の方をよろしくお願いします。
このチャンネルでは僕が楽しんでる作品にスポットを当てて満足度や価値なんかを高めていけるように動画投稿やライブ配信を行っております。今後もね、動画投稿予定ですので、よろしければね、チャンネル登録や高評価なんかで応援していただき、一緒に作品を楽しんでいただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。お相手は遠山徹でした。ご視聴ありがとうございました。